演奏が空から聞こえてきました。次の問題で明らかになってきますね。引っ張りますね、引っ張りますね。日本の吹奏楽に大きく関わってくるということで、はい、ゴーゴー吹奏楽、先生は黙ってて。パルス東京が吹奏楽指導者と吹奏楽ファンのためにお届けする YouTube 番組、ゴーゴー吹奏楽、先生は黙ってて。今回もパーソナリティは武田明さんと、はい、こんにちは、井上学の2人でお届けします。よろしくお願いいたします。本日も収録会場は神奈川県長津田駅から徒歩10分にありますビートニックからお届けします。こちらのスタジオは元航空自衛隊航空中央音楽隊でティンパニー打楽器奏者として活躍されていた堀尾真嗣さんが代表とし、音楽界の第一線で活躍されている方を講師に迎え、全5コースの教室が用意されています。音楽を通して素晴らしい世界をお楽しみください。興味のある方はぜひホームページをご確認ください。早速ですが、武田さん、吹奏楽、楽器を始めたのはいつからですか？中学1年だよね。確か武田さん、トランペットでしたよね。あ、それはね、大学の専攻がトランペットなんですけど、中学1年で入った時はシンバル。はい、お、シンバルね。うん、その後、トロンボーン。お、あ、そうなんですよ。トランペットはね、高校に入ってから。なんと高校からトランペットでも音楽大学、素晴らしいですね、その努力の甲斐が。いや、まぐれ、まぐれと言いながら、かれこれ我々も50年間50年吹奏楽やってますが、50年、この50年やってる中でいろいろ思い起こすと、もっと前から先輩らがやってくれてたんじゃないかと。そうそう、私たちはね、中学校で吹奏楽を始めた時にはもうすでに吹奏楽があったわけだからね。ところがその何年前からやっとったんかというのを今日はいろいろちょっと紐解きながら、ね、それはもう井上さんでしょう、社会の先生だもんね。え、なんでそんなことをご存知なんでしょうか？ちゃんと調べてますよ。素晴らしい。今日は吹奏楽の歴史をみんなで考えようというお時間にさせていただきたいと思います。そうしましょう。本日のお題は歴史クイズ、日本の吹奏楽の始まり。それでは参りましょう。第1問、日本人が初めて吹奏楽、いわゆる現在の管楽器と打楽器の編成ですけれども、この吹奏楽を演奏したのはいつでしょうか。1、安土桃山時代1543年。2、明治維新の頃1869年。3、第二次世界大戦終わってから1946年頃。なんか社会の先生っぽく見えてきましたか？いや、見えてきましたね。あ、いいですね。全部本当らしい ね、 ね、全部正解らしい。こんな感じで授業やってました。そうなんですか、はい、生徒は幸せだね。いや、生徒はちょっと迷惑そうな顔して50分間耐えてくれておりましたが、さあ番組ご覧の皆様も一緒に考えていただきましょう。1番、2番、3番、さあ回答は。答えは2番の明治維新の頃です。さすがですね、よく勉強していますね。ね、まあ150年は経ったということですね。そうですね、数えるとね、はい、横浜市にあります、はい、生麦という場所がありましたが、はい、生麦、はい、歴史に出てくる生麦事件の現場ですね、はいはい、教科書にはね、もう1行程度にしか載ってないんですけども。あ、なるほどね、はい、これがね、日本の吹奏楽に大きく関わってくるということで、はい、ちょっと掘り下げてお話ししたいと思いますが、九州鹿児島の薩摩藩のお殿様が大名行列として江戸に行っておられて、横浜の生麦である事件がありました、うん、ちょうどその時に来ていたイギリスの商人がですね、その大名行列の横を
馬に乗っていたら馬が興奮してしまって大名行列の中を横切って入ってしまったんですね。はいはい、無礼者ということでこのお侍がイギリスの商人に切りつけて最後殺してしまったというところ。まあイギリスの商人もとんだ災難ですよ ね、うん、これがなんで吹奏楽につながっていくかということを、はい、ちょっと掘り下げてみたいと思いますが、イギリスの商人が切り殺されたということでイギリスの国からですね大変お怒りの連絡が来てですね、とんでもないことだと、日本の国は犯人を差し出せ賠償金をよこせということで当時の江戸幕府と薩摩藩に文句言いに来たわけですよね。で江戸幕府は賠償金払って犯人よう分かりませんというふうに逃げて、ところが薩摩藩は知らん顔してたと。イギリス人がそれに怒ってですねドーンと戦艦から砲弾を鹿児島市内当時の薩摩藩の町の中へ撃ち込んだ時に、あイギリス人ってすごいなと、こんなん喧嘩しとってもしゃあないなということで、これはイギリスから学ぼうということでイギリスから軍事教練であったりいろんなことを勉強していく中の一つに吹奏楽、いわゆる軍楽っていうのがあったということで合ってますかね。あそうですね。でもすごいよね、戦争に負けたら相手が強かったからこれは相手に学ばなきゃいけないってすぐパッとこう切り替わる、これすごいね。でそれを取り入れようと、今まで日本の国の文化の中ではそういうリズムの考え方とか、まあ、行進はあったでしょうけども、いやいや足を揃えて行進するというのはなかったね。そこを取り入れたっていうのはすごい進歩というより何にもなかったところから始めるわけですから、うん、先輩らえらいことをやりましたよね。そうですね。でその侍たちが楽器をやり始めたわけですね。次の問題に入りたいと思います、はい、第2問、薩摩のメンバーが練習していた場所はどこでしょうか。1、横浜市にある妙高寺、2、東京都新宿区にある新宿御苑、3、現在の京都御所。薩摩の藩士若手30人が選ばれて勉強した場所ですね、うん、横浜か新宿か京都かっていう話ね。そういうことです、はい、当時の時代背景をよく考えてお答えいただきたいと思います、はい、さあ正解はどれでしょうか。武田さんどうぞ。はい、正解はですね横浜市にある妙高寺というお寺なんです。お寺ですか、これ不思議でしょ。まず横浜のどこにあるんですか。これはね妙高寺っていうのは横浜の山手駅のところにあるんですよ。面白いでしょ。妙高寺仏教のお寺でなぜ西洋音楽なのか。さっきの2番目に出てきた新宿御苑とか京都御所の方がありそうな感じするじゃないですか。なんかね当時のね、ね、日本のこの、はい、状況を考えると、はい、ところが妙高寺で最初に練習したんですよ。これは次の問題で明らかになってきますね。引っ張りますね、はい、引っ張りますね。でも今その話を聞いたら妙高寺に行きたくなってきました ね。全国の吹奏楽関係者良い子の皆さん、ね、一緒に一度は妙高寺訪ねられてはいかがでしょうか。第3問、この薩摩のメンバー30人を指導していたのは誰でしょうか。1、イギリス人のフェントン、2、フランス人のダクロン、3、日本人の武田正造。これ誰。ああこれはね私のひいひいじいさんなんですよ。ひいひいじいさんがここに出てきて、ええ、あの音楽やってたんですよ。本当、ということで皆さんどうでしょうか。正解は、正解は
残念ながら私のおじいちゃんじゃなくてイギリス人のフェントンです。いやー、私は3万の肖像さんかと思ってしまいました。ちなみに私の GGG さんは播州姫路城、世界遺産姫路城の、お城壁を塗ってたということが記録に残っておりますので、どうも私指揮するときこれがうまいなということで褒められてるんですけど、盛ん、はい、ね、壁塗りやたら褒められたことを覚えておりますが、イギリス人のフェントンということですが、はい、ここについてちょっとお話聞かせていただいていいですか。はい、イギリス人のフェントンはですね、当時横浜に駐留していたイギリス陸軍の軍楽隊の隊長だったんですよね。なるほど。はい、その時明治維新の時には外国からたくさんいろんな国のね、その商人であったり、それからその商人を守るためにも軍人、はい、軍楽隊までいっぱいいたんですよね。はい、そうです。それで先ほどの話に出てきた薩摩藩が、イギリスに学ぼうということで、その中に軍楽も学ぼう、そこで横浜まで若い藩士を送って、その藩士たちが妙高寺に寝泊まりして、フェントンから教えを受けたというわけです。なるほど。その妙高寺は現在もあるわけですから、そこに行けばいろんなお話が聞けるかもしれませんね。もしかしたらね、はい、実はここにね、日本吹奏楽発祥の日、地記念碑というのがあるんです。なるほど、それは今もあるわけですね。はい、そうです。一般の人も見れるわけですね。もちろん。なるほど、はい、お金いりませんかね。いません。お寺の境内にね、綺麗にこうやって飾ってあります。なるほど、なるほど。いや、それを考えるとぜひ行ってみたいですねって言って、実は私この間行ってきました。で、記念碑の前でね、はい、手を合わせてましたら、ね、先輩たちが昔演奏したかなと思うような演奏が空から聞こえてきまして、あ、私心綺麗から聞こえてきたんかなと思って、お寺の住職さんに聞いたら、裏にここありまして、ブラバンが練習してますわって言うことで、すいません。よく聞いたらコンクールの課題曲を練習してたというようなことでした。素晴らしい、はい、素晴らしい。全然先人の演奏じゃなかったということですけども、ぜひそのフェントンがどういうこと、どういう指導をして何をやってたかということを。あ、じゃあ次の問題ですね。はいはい、いやー、どれもなかなか難しいですよね。ありえるね。ありうりますよね。ありえるね。その時に作られた君が代は今の君が代と違うんですよ。もう台本にないこと言うのかな。スタッフから怒られてるんですけど、すいません。いいですね。